はい、酒好きの新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、金麦のね、新しい、黒のひととき、限定醸造です。アルコール度数6%。また6%か。多いな、6%。なんか最近流行りなんかな。原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと糖類とスピリッツ、かっこ小麦。糖類入ってんのか。またこのパターンか。糖類入ってるパターンか。多いな。金麦の1.3倍長期熟成。原材料となる発泡酒を限定醸造を長期熟成しています。当社の金麦に比べ熟成期間の基準を3割長くしております。あ、そうです。うまいから。なんか糖類入ってるって時点でなんかやばいんだけど。やばい感じしかしないな。糖類入ってたら無駄になんか甘くてな。嫌なんだけど。金麦、金麦と。金麦と。ようやく金麦に黒が出ましたね。12月の、1日発売。商品情報。それじゃあ乾杯。やっぱ甘いな。やっぱ甘いな。ああ、やっぱ甘いな。でもまあ、でもやっぱ甘いんだよな。だって他の糖類って書いてないもんね。発泡酒、麦芽、かっこ、ホップ。違う。発泡酒、かっこ、麦芽、ホップ、糖類って書いてあるから、発泡酒に糖類が入ってるってことなのか。どういうことなのか。やっぱ入ってんのかな。糖類って、わかんねえな。金麦には少なくともこんな表記ないよね。糖類とかね。まあ、ただ、わかんないんだけど。書いてあったっけ？金麦。これさ、サントリーのさ、サイトがさ、栄養成分、書いてあったかな？あ、書いてある。発泡酒、金麦にも入ってますね。発泡酒、かっこ、麦芽、ホップ、糖類って書いてある。じゃあ入ってんのもんなのかな。それとも金麦だけなのかな。麦とホップには入ってんのか。それにも言ってくるよね。絶対ね。成分表。麦とホップ。あ、書いてないわ。麦とホップには発泡酒、かっこ、麦芽、ホップ、大麦って書いてある。糖類入ってないんだよ、やっぱり。そういうってことはやっぱり金麦には入ってるんだね。まあ、なら仕方ないと言えば、金麦に入っていたんだったらまあ仕方ないですね。でもみんな入ってるわけじゃないってことか。クリア朝日は？クリア朝日には入ってる？かな？ちょっと確認しまーす。クリア朝日。
原材、え、違うな。原材料、麦芽、ホップ、大麦、コーン、スターチ。だから入ってないですね。やっぱ金麦だけなのか、糖類入ってんの。ってことを考えると、やっぱり他のに比べると糖類が入ってる分、まあ、カロリーも多分多いでしょうし、ってことになるよな。まあ、若干甘いし。ってことだわな。まあ、この甘さがいいっていうのかもし、いいっていう人もいるかもしれないし。まあ、それは確かに一概には言えないけども。でもやっぱ入ってるって分かっちゃうと、やっぱ、ああ、やっぱ甘いなって分かっちゃう。でね、なんか微妙にね、てか薄い。まあ薄いっていうか、まあ第3のビールで黒ビールなんだから、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけどね。まあこんなもんかと。でもこんなもんかっていうなるとね、どうしてもね、金麦じゃなくてね、麦とホップの黒に比べると、ってなるよね。やっぱ甘いんだよね。このほのかなこの甘さっていうのが、なんかなって。なんか、嫌なんだよな、個人的に。で、やっぱコクもあんまないし、まあ、ほろ苦さは若干あるけど、で、長期熟成って言ってもね、やっぱ甘さがなんか気になるな。とにかく。個人的には。甘さが気になる。サントリー。でも、第3のビールで黒ビールって、あんまないもんね。正直に。あ、ジョッキ生の黒があったか。いや、ジョッキ生じゃねえ。なんだっけ。まずいやつ。あったよね。ジョッキ生だっけ。やっぱ薄いね。薄い。薄い。のと甘い。これが合わさって。まあでもプレミアムモルツを買うよかいいでしょ。買うよかいいでしょっていうか。いや、確かにプレミアムモルツの方が美味しいは美味しいんだけど、なんか、プレミアムモルツって220円ぐらいするでしょ。いや、200円ぐらいか。いや、でも200円出してあの味だもんな。プレミアムモルツもな。黒のやつ。そう考えると、まあ、どっこいどっこいだよな。プレミアムモルツも、やっぱサントリーもなんかあれだな。個人的に金麦もあれだな。糖類入ってるとなると、ダメだな。俺多分もういいわ。
ぱ麦とホップだな。麦とホップの黒、今度この金麦の黒と、麦とホップの黒をちょっと飲み比べて、どんな感じかっていうのを、やってみたいと思います。やっぱどうしても甘い。うん、甘い、うん。もうそれに尽きるね。ほとんどもう。甘さがやっぱりかなり。こんなダイレクトに甘くないんだよ、ビールって普通。普通はね。ビールの甘さってさ、ああ、甘いって言えるんじゃないんだよ。そういうレベルじゃないんだよ。ほのかに感じるんですよ、甘さが。あ、なんか、口当たりがこう、なんか、なんていうのかな。舌で感じる甘さっていうよりは、喉の方で、ちょっと、喉の、あたりの下、下の喉のあたりの下に感じるなんか甘さ。でもこっちはね、結局ね、下のね、先端のあたりでね、あ、甘いなってもう感じちゃうんだよね。だからもう、もうダメだね。正直言ってもうダメだね。甘い。正直言って甘い。黒ビールはまあ、そもそも甘い。ものは甘いかもしんないけど、ここまでダイレクトに甘いっていうのはあんまないでしょ。うん、ねえ。やっぱ原材料にさ、糖類って書いてある時点でやっぱり、正直俺は敬遠するわ。うん、正直ね。個人的に。やっぱそこはさ、黒ビールってさ、ほろ苦さがやっぱり売りなわけでしょ。で、ほろ苦さと、まあ甘さもまああってもいいとは思うけど、ちょっとダイレクトすぎるよね、この甘さがね。ちょっとダイレクトに来てる。それでいて、コクも大してない。薄い。黒ビールにしては薄い。香りもまあ、まあまあでしょっていう。大してもないじゃない。しさ。これはちょっと買いじゃないですね。うん、これは買う価値はほぼないでしょ。ということで。2432です。ご視聴ありがとうございました。